PBKDF2 は鍵導出関数である。計算コストを変動させることが可能であり、暗号化する際に総当たり攻撃に対する脆弱性を軽減することを目的として使用される。PBKDF2 は導出鍵が160ビット以下に制限される PBKDF1 に続いて PKCS5V2.0 RFC2898 として規定された。 2017年に公開された RFC8018 はパスワードの端下には PBKD f の利用することを推奨している。PBKDF には Mac などの疑似乱数関数やソルトを付加したパスワードやパスフレーズを用いる。また、鍵導出処理を何度も繰り返して前回の処理で導出した鍵を次回の処理のパスワードとして用いることで導出鍵を 解読困難にする。この繰り返し処理はストレッチングと呼ばれる。2000年に公開された PKCS5V2.0 におけるストレッチングの推奨回数は最低1000回であった。しかしながら CPU 処理速度の向上に伴ってストレッチングの推奨回数も増加しており2005年に公開された RFC4120 での推奨回数は4096回である。Apple の iOS3 では2000回、iOS4 では1万回のストレッチングを行っており、ラストパスは2011年時点でサーバー側での10万回のストレッチングに加えて、クライアント側での5000回のストレッチングも行っている。PBKD 会議の繰り返し処理ソルトをパスワードに付加することで、 攻撃者は複数のパスワードを一度に試行できなくなるため、発出値の事前計算の効果を下げることができる。PKCS5 では、ソルトの長さを最低でも64ビットにすることを推奨しており、アメリカ国立標準技術研究所は128ビットのソルトを推奨している。鍵同質関数 PBKDF には5つの引数を持つ。 dk イコール pbkdf に、ここで、である。連ビットのブロック ti は、自式で求められる。ただし、プラスは、文字列連結を意味する。dk イコール t1t に、届く欄、連、ti イコール回。関数 f は、prf の c 回の x はの繰り返しである。f イコール u1 u2 uc。最初の prf は、パスワードを鍵とし、 ビッグエンディアンの32ビット整数 i と連結した、ソルトを入力値とする。ただし、i は1始まりとする。次回以降は、パスワードを鍵とし、前回の PRF の出力値を入力値とする。U1 イコール PRF。U2 イコール PRF。UG イコール PRF PR。例えば、WP2 では DK イコール PBKDF2 を用いている。 なお、PBKDF1 は PBKD 界により単純な鍵同質関数である。最初の U は PRF によって生成され、次回以降は単に PRF である。導質鍵は最終的に算出された発出値の最初の濁ン、ビットとする。このため、PBKDF1 の導質鍵の長さは連、ビット以下に制限される。PBKDF は、 マックを疑似乱数関数として用いるとき、同質鍵が衝突することなるパスワードの組を容易に得ることが可能である。マックの中で用いられるハッシュ関数のブロック帳より、パスワードが長いとき、パスワードをハッシュ化したものをパスワードとして用いる。例えば、疑似乱数関数としてマック社一を用いるとは、となる。よって、PBKDF にマック社一は、 次の二つの異なるパスワードから、ソルトやストレッチングに関係なく、同じ鍵を導出する。例えば、とすると、二つの関数、p b k d f 2 m a ク社1、p b k d f 2 m a ク社1は、同じ導出鍵 17EB4014C8、C461C300E9 バイト61518バイト、QA18 バイトを生成する。ただし、 パスワードのハッシュ値を得るためには、パスワードも得る必要があるため、同質鍵の衝突は、PBKD 会議や Mac の脆弱性を示唆するものではない。PBKDF には、ストレッチング回数を調整することで、計算時間を変動させること可能である。しかしながら、短いコード量、少ないメモリ量で実装できるため、ASIC や GPU を用いた。 総当たり攻撃に弱いパスワードハッシュ関数のブクリプトは計算時間は固定であるものの計算に多くのメモリ量を必要とするため PBKD 界により総当たり攻撃に強い。その後に開発された鍵同質関数のスクリプトは任意の大きさのメモリ量を使うことができアスクや GPU による攻撃に対する耐性が高い。 安全なパスワードハッシュ化手法を開発することを目的として、2013年にパスワードハッシュ協議会が開催された。2015年7月20日にパスワードハッシュ関数アルゴニーの優勝が決まり、他に4つの関数カティナ、リラに、ジェスクリプト及びマクワが特別賞として選ばれた。ありがとうございます。